皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の44日目です。では問題を見ていきましょう。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、マイナス6かけるマイナス3引くマイナス24割る6、ね、掛け算引き算割り算が入っている式ですね。この計算では掛け算と割り算を最初に計算します。マイナス6かけるマイナス3はプラスの18ですね。18引くマイナス24割る6はマイナス4です。ここの部分足し算にすると18足す4になるので答えは22になります。丸2です。カッコ X 引く Y カッコかけるカッコ X 引く Y カッコかけるマイナス3と、公式では数字の部分マイナス3が前に出てその後ろにカッコ X マイナス Y カッコを閉じて、この X マイナス Y2 回かけているので指数でここに2と書いてマイナス3カッコ X マイナス Y カッコの2乗と、このように表しました。括弧2です。動物園の入園料が大人1人 X 円子供1人 Y 円の時、大人3人と子供4人の入園料の合計を文字式で表しましょうとね。こういう問題です。大人3人ですと X 円も3人分なので X×3 が大人の料金ですね。これに、子供は Y 円ですから Y かける4人なので4、このようになりますね。そしてこのかけるは文字式では使わないので、数字が前に出て 3X 足す 4Y こうなります。ですから答えは 3Xプラス 4y 単位をつけて円とこう書くんですね。括弧3番です。 a イコール3分の1の時、 12a-2 の式の値を求めましょう。こういう問題です。この 12a-2 というのは 12×a-2 という意味でしたね。そして A が3分の1ですから、この A の部分を3分の1に変えて計算して答えを出すんです。ですから 12×A が3分の1ですね。3分の1引く2こうなります。12と3を約分するとここ4になりますね。4引く2なので答えは2と、これが式の値の答えです。括弧4番、x イコールマイナス5の時、マイナス x と x2 乗の式の値を求めましょうと、こういう問題です。マイナス x というのは、これ、マイナス1かける x のことでしたよね。で、ここの x の部分をマイナス5に変えますから、イコールマイナス1かけるマイナス5、こうなって、マイナス1かけるマイナス5は、答え正の数で5、こうなります。で x の2乗、これは x はマイナス5ですからマイナス5括弧の2乗、このようにしてください。間違えてこうやってマイナス52乗と書く人がいますけれど、 x はマイナス5なのでマイナス5を2乗すると、マイナス5を2回かけるので括弧をして2乗とします。こちらは間違いです。そうするとマイナス5かけるマイナス5なので x の2乗は25、こうなりますね。では括弧5番です。 7a-4 の式の項と係数を言いましょう。式の項を探すとき、この 7a-4
これ減法、引き算ですけど、ここの部分を足し算に直して考えました。と 7a+-4 こうなりましたね。で、ここの部分をこうと言ったんで、まず一つ目は 7a、 もう一つは -4 というのは式のこうになります。そして係数ですね。係数は文字が入っている項の前についている数字のことです。文字が入っている項は 7a ですよね。ですから文字 a の係数は、 a についている文字は7ですから、 a の係数、これ7、これが答えになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。